ここ伊勢志摩の地に世界中のリーダーが集まります。不透明さを増す世界経済、テロ、難民の問題、アジア情勢など世界が直面するさまざまな課題に G7 が共に立ち向かう。議長としてリーダーシップを発揮したいと思います。